鈴木真一は日本のバイオリニスト、音楽教育家、ベルリン高等音楽学校教授カール・クリングラーに指示。鈴木メソードの創始者であり、世界的には音楽教育科及び教育学の理論家として著名で、その教育理論は日本よりも欧米で、とりわけアメリカ合衆国で高く評価されている。1898年に愛知県名古屋市に父、 マサキチと母、両の三男として生まれる。父、鈴木マサキチは、鈴木バイオリン製造の創業者で、1888年より、バイオリン作りを始め、日本で最初のバイオリン工場を設立した人物である。そのため幼児期より、バイオリンに囲まれる環境に育った。実家は、兄弟妹13人からなる、大家族であり、少年時代は、父親の工場へ、 遊び場のように出入りしていた。商業学校に入ってからは夏休みになると工場で働くように父に命じられ、バイオリン制作について一通りのことを覚える。卒業の前年頃、たまたま蓄音機を手に入れて、名バイオリニストミッシャエルマンが演奏するシューベルトのアベマリアのレコードを買ってきて初めて聞く。それまで兄弟喧嘩をした時などに、 バイオリンで叩き合うほど身近であったため、バイオリンを玩具のようなものだと思っていた。チン一であったが、このレコードによって初めてプロのバイオリンの音に触れ、バイオリンがそのような美しい音を出すことに非常に驚き、大いに感動する。この時から音楽、芸術に関心を持つようになる。その後、エルマンのレコードを買い、ハイドンのメヌエットなど弾けそうな曲から、 不眠もなしに練習し、兄、梅尾の手ほどきもあり、我流ながらもバイオリンを弾くようになる。1916年、私立名古屋商業学校卒業。商業学校を卒業後、父親の方針でバイオリン工場の事務所に勤め、意欲的に働くも2年ほどして、体調を崩し、置きつえ、天地療養する。その後3ヶ月ほどで、名古屋へ帰るが、療養先で親しくなった。 柳田一郎の勧めで、徳川義地公爵の北千島探検へ、同行することになる。この頃には、バイオリンと、陳一は切っても綺麗な縁となっており、旅にはバイオリンを持参した。旅に使われた船のサロンにはピアノがあり、旅に同行していたピアニストの高田延ノベの伴奏で、陳一は、バイオリンの演奏を披露したりした。その旅の終わり頃、徳川、高田から、 正式な音楽の勉強を進められる。その後、徳川から父、正吉への説得もあり、陳一は音楽の道に進むこととなった。1920年に上京、徳川義地公爵家に寄宿し、バイオリンを安藤美幸に指示。1921年、父親の許可を得て、徳川公爵らの世界一周旅行に同行。その途中で、 ドイツに泊まり、最初の3ヶ月は指示すべく、先生を選ぶため、演奏家の音楽会を聞き回る。なかなかつきたいと思う先生が見つからなかったが、ベルリン高等音楽学校の教授であった、カール・クリングラー率いるクリングラー・カルテットの演奏会に感動、クリングラーに弟子志願の手紙を出す。かねてから弟子を取らないクリングラーであったが昇学され、指示する。ベルリン滞在中、 人一の世話役であった医学者のハンス・ミハエルス教授がアメリカのホップキンス大学の学部長に招聘されることとなった。そのため代わりの後見人役にアルベルト・アインシュタイン博士をミハエルスから紹介される。以後、アインシュタイン博士の世話になり、博士の治癒のグループから大きな影響を受けたとされる。人一はアインシュタインについてバッハのシャコンヌを好んでおりバイオリンの演奏は 自分よりもうまいと思ったという、ベルリンコート音楽学校の受験には失敗したものの空席があれば合格というコメント付きだった。その後もクリングラー教授の個人的な弟子として約8年間研鑽を積んだ。これに対して日本の才能教育研究会はクリングラー教授に学んでいた当時、レッスンの日時や曲目についてやりとりをしたクリングラー教授からの手紙を ホームページにて公表している。また、アインシュタイン博士から送られた鈴木鎮一様思い出にアルベルト・アインシュタインと書き添えられた自画像を交流の証としてホームページで紹介している。1928年、ワートラウと鈴木と出会い結婚したが、母貴徳の知らせを受け帰国。その後兄弟と鈴木カルテットを結成して東京に移転して、 演奏活動を開始するとともに、国立音楽学校に出向。1931年には、帝国音楽学校のバイオリン教授として、アレクサンドル・モギレフスキーとともに採用される。その頃、鈴木の演奏を聴いて、感銘を受けた青年から入門の要請を受けて、自宅でも教え始める。スワネジコもその頃の弟子の一人である。1931年からは、江藤都也、 豊田浩治、小林武史、小林賢治らの主要な門人を相次いで引き受ける。第二次世界大戦中、父親のバイオリン工場は水上飛行船を建設する工場に改築された。その結果、アメリカの戦闘機に爆撃され、兄弟の一人が死亡した。この間、鈴木の妻は元ドイツ市民としての条件があまりにも危険な状態になった時に、 鈴木とは別の場所に避難し、工場は木材の供給不足のために苦労していた。鈴木は田舎の山岳地帯の他の家族と一緒に工場を確保し、妻は他のドイツ人や元ドイツ人が隔離されたドイツ人の村に移動しなければならなかった。終戦後、鈴木は新しい音楽学校の発足に招かれ、幼児期からの子供に音楽を教えることを条件に合意した。 鈴木は戦前の生徒の一人である豊田浩二が戦中に孤児となったことを知って養子縁組し音楽教育を続けた。鈴木と妻は最終的に再会し松本に引っ越して教え続けた。1955年東京都体育館において当時の皇太子をはじめとする日本の皇族の出席の元第1回全国大会グランドコンサート開催。 2000名の生徒によるバイオリンの大合奏の風景は、後に映画、ミュージック・オブ・ハートにおいて再現されることとなる。1964年、代表的な10名の児童を連れ、アメリカ合衆国に最初の演奏旅行を行い、アメリカの音楽教育会に衝撃を与える。これ以降、1994年まで30回の訪米が繰り返される。1975年、 1> 第1回世界大会をハーイ州において開催。1978年、日米親善コンサートのため100名の児童を率いて、都米、アメリカ側の100名の児童も加わって、ケネディセンターで行われたコンサートは、カーター大統領夫妻が招待され、同月カーネギーホールでも同様の演奏が行われる。1986年、サントリーホールにて、米寿記念コンサート。 1991年、イギリスのサンデー・タイムス氏の特集、20世紀を作った1000人の中に選ばれる。1994年、サントリーホールにて95歳祝祭コンサート。1996年、鈴木地に一記念館が開館。1997年、先修学校国際鈴木メソード音楽院開校。1998年に、 松本の自宅で99歳で永明し、世界中の文化生から長寿が相次いだ。鈴木の思想は以下のようにまとめられている。ありがとうございます。